ご視聴ありがとうございます。今回はセダンのラインナップが減っている中でもモデルチェンジを果たしている新型のカムリとクラウンセダンを徹底的に比較していきたいと思います。両車は今の SUV 人気な状況の中でも一定以上に人気をまつわっており、2023年にフルモデルチェンジが行われた車になっています。新型のカムリの初代は1980年に登場し、約40年以上もの歴史を祀っており、11台の歴史がある車になっています。そんな先代モデルのカムリでは、30歳ほど若返りを果たしたモデルとも言われており、近年の SUV 人気の影響で日本での年内生産終了がアナウンスされていたものの、今でも北米では販売台数ランキング上位に食い込んでいるような車になっています。それに対し、クラウンセダンの初代は1955年に発売され、それから4年周期でフルモデルチェンジが行われ、16台までの歴史がある車になっています。そして、2022年7月15日に16台目が発表されるとともに、3台の SUV と1台のセダンというラインナップでファミリー化が行われた車になっています。今日はそんな長い歴史を持つ正統派セダンの両車を徹底的に比較していきたいと思います。それでは早速新型カムリから見ていきましょう。改めまして本日紹介する車は新型のカムリです。現時点での詳しい価格等は発表されていないものの、内外装デザインが2023年11月15日に発表されました。そんな新型カムリのサイズは正式には発表されていないものの、先代モデルの全長 4910mm、全幅 1840mm、全高 1445mm よりも確実に大きいサイズになっていると伺えます。また、全長に関してしては 10mm 以上大きくなっているのではないかなと思います。日本に導入される可能性は極めて低いと思いますが、まずはフロントから見ていきましょう。フロントのデザインのデザインに関しては、プリウスであったり、クラウンセダンであったりの新世代トヨタデザインの共通のアイデンティティである、ハンマーヘッドシャーク型のフロントマスクを取り入れているものの、どこか先代らしさあるようなデザインになっています。また、ヘッドライトも特徴的なデザインをしており、ヘッドライトのデザインはカタカナのフの字のようなデザインになっており、クラウンスポーツとプリウスのちょうど中間地点のようなデザインになっています。今回の新型カムリでは2つのフロントフェイスが用意されており、スポーティーフェイスのものとノーマルフェイスのものが用意されてはいるものの、どちらも洗練されたデザインで先代モデルよりもより一層と若返りを果たしていますし、どちらもスポーティーな見た目に仕上がっています。次にサイドを見ていきましょう。サイドのデザインに関しては比較的キープコンセプトなのかなと感じたものの、お尻の肩にかけてのプレスラインが複雑になり、よりスタイリッシュでスポーティー感があるようなデザインに仕上がっています。また、先代モデルでも採用されていたワイトオンカラーの設定もありますし、基本的なデザインは変わっていないことからも、先代モデルオーナーさんでも区別がつかないのではないかなと思います。ホイールは万人受けするようなシンプルなデザインに仕上がっており、パッと見の印象ですが、クラウンシリーズほど大きいものが採用されていないようにも見れますので、18から19インチのものが装備されているように伺えます。ただ、オプション等では20インチクラスのものが用意されているかもしれません。最後にリアも見ていきましょう。リアに関しては、サイド以上にキープコンセプトになっているなと感じました。ただ、カムリのロゴが入っているプレートがブラックになっていることから、先代モデルよりもアグレッシブさが感じられます。テールランプは最近流行りの一文字型のものではなく、この字型のものになっています。個人的にいいなと思ったのは、スポーティーモデルにすることでマフラーが2本出しになることです。この2本出し、マフラーがしっかりと強調されていることで、先代モデルよりもより若々しさやスポーティー感が感じられます。全体的にキープコンセプトではあるものの、新世代のトヨタデザインを随所に取り入れており、スポーティーかつ若々しいようなデザインになっているなと感じました。次にクラウンセダンを見ていきましょう。改めまして本日紹介する車はクラウンセダンです。この車は、正統派セダンとしての上質な走りと快適な乗り心地、ショーファーニーズにお応えするくつろぎ、後部座席、
パーソナルにもビジネスにもお応えするニューパフォーマンスセダンということをテーマに、クラウンシリーズの中で最もラグジュアリーなモデルになっており、鉱石重視の車になっています。価格やエンジンスペックの予想に関しては後ほどお話ししますが、ハイブリッドモデルの他に水素モデルがあることには驚きが隠せませんが、未来のような雰囲気があります。サイズは全長 5030mm、 全幅 1890mm、 全高 1470mm となっていて、クラウンでは初めての 5m 超えですし、セルシオよりも大きく、国産車ではレクサスの LS に次ぐ全長になっています。それではフロントから見ていきましょう。フロントは細長い一文字型のヘッドライトが特徴的です。ヘッドライトについてはクロスオーバーモデルに一番近いなと感じました。また縦型のグリルが新しく、国産車では珍しいような高級感のあるデザインに仕上がっています。その隣には L 字型のサイドダクトなど、近年のトヨタ車らしい S スポーティーさも感じられます。カラーリングについては6色展開となり、他のクラウンシリーズでは特徴的なバイトオンカラーの設定はなさそうです。フロントの見た目は4つのモデルの中で完全に一番落ち着いた雰囲気があり、威風堂々さを感じ取れるようなデザインとなっていて、今までのクラウン好きな方にはマッチするようなデザインになっています。次にサイドを見ていきましょう。サイドは水素自動車であるミライと似たような見た目になっており、重厚感を感じ取れるようなデザインになっています。またセダンのお手本のような美しいデザインになっていて、 LS などにも見劣りしないデザインになっています。ホイールはグレードによって異なりますが、19インチと20インチのものがあり、どちらも高級感がありかっこいいホイールデザインになっています。ロングホイールベースであったり、ホイールのサイズのことを考えますと、走りよりも乗り心地を優先したのだなと考えられます。最後にリアを見ていきましょう。リアはクロスオーバーモデルのセダン版といった感じで美しく、結構かっこよいです。テールランプは一文字型のものが採用されていて、セダンだとしっくりくるようなデザインになっています。国産セダン車では一文字型のテールランプの車はあまりありませんでしたので、輸入車のようなデザインで新鮮さがあります。またポルシェやメルセデスのような雰囲気を感じることができます。全体的にクラウンシリーズのどのモデルよりもシンプルかつ重厚感や高級感を感じ取れるようなデザインになっています。次に内装を見ていきましょう。内装に関してはクラウンのような新世代のデザインになっているなと感じましたし、北米を強く意識しているなと感じました。またスポーティーモデルはレッド系のシートが、ノーマルモデルではホワイト系のシートを選択することができ、クラウンクロスオーバーから採用された。この内装デザインではあるのですが、台数を重ねるごとにより良くなっているなと感じました。ドアの内側に関しても質感が高く、ドアノブからつながるメッキの衣装であったり、シートカラーと同色のレザーがあるなど、かなりの質感の高さになっています。シートに関してもホワイト系とレッド系の2色が展開されており、かなり質感が高いものになっていますし、ホールド感もかなり良さそうな印象を受けます。ハンドルに関してはクラウン等と同じような皮巻きのものになっています。メーターに関してもクラウンやプリウス等と同じような 12.3 インチのフルの液晶のものになっており、その隣には 12.3 インチのモニターがあるのですが、クラウン等とは異なり助手席のパネルからつながっているようなデザインにまとまっているので、クラウン以上に良い点だなと思います。助手席手前のパネルに関してもブルー系のものが採用されていますし、ドアの内側からつながるホワイトの模様がいい味を出しています。センターコンソールにはクラウンシリーズにもないステッチが入っており、質感の高さがうかがえますし、シフト周辺に関してはクラウンスポーツ以上に質感のように上がっています。ただ今回の新型カムリはハイブリッドのみの展開なのにもかかわらず、シフトが大きいのが少し残念だなと感じました。全体的に水平基調なデザインで質感も高く、モニター等にも一体感が出ており、クラウンシリーズの改善点をうまく改良したかのような内装のデザインになっています。次にクラウンセダンの内装を見ていきましょう。内装ははっきり言ってクロスオーバーよりも質感が高いものになっています。全体的に木目のパネルや一部にアンビエントライトなどが採用されていて、
これが本当のクラウンということが判明しました。特にセンターコンソール付近や助手席手前のパネル、胴の付近にも木目のパネルがあり、高級感を仙台クラウンのように感じ取ることができます。またカップホルダーにはしっかりと木目の蓋がついており、仙台の220系や210系にも負けないような質感になっています。ハンドルやメーター、さらにはインフォメーションディスプレイに関してはクロスオーバーと変わり映えがありません。アンビエントライトはもう少し取り付け可能だったかもしれませんが、上品な雰囲気を醸し出しています。後席シートは仙台と同じようなものとなっていて、ゆったりと座れそうです。またセンターコンソール付近には LS のようなかっちりとしたモニターが装備されています。個人的に好きなのは後席の USB やエアコン送風口があるところのクラウンのエンブレムです。このエンブレムがあるだけでも所有感が高まります。最後にカラーリングですが、ブラックとブラウンの意識展開となっています。個人的にはホワイトのカラーなどがあってもいいんじゃないかなと感じましたが、皆さんはどうですか？コメント欄へ書いていただけるとありがたいです。全体的に今のトヨタ車の中で一番質感が高いものになっているとともに、クラウンの伝統を引き継いでいるなと感じました。というわけで皆さんいかがでしたか？今回は長い歴史を持つ両車を比較していきましたが、かなり個性が出ていて良いなと感じました。新型カムリはフロントでは仙台の面影を感じる一方、内装はかなりブラッシュアップされているなと感じました。それに対してクラウンセダンはクラウンの名に恥じないようなデザインに仕上がっており、随所から日本のおもてなしを感じるような内外装デザインになっていました。今回紹介した2車種は2023年にフルモデルチェンジが発表された、または発売が行われた車なのですが、SUV 人気でセダンがあまり売れないこのご時世にこれだけ力が入ったセダンを2車種販売するトヨタはすごいなと思いますし、この勢いで日本車業界がまたセダンで盛り上がったら良いなと思いましたが、皆さんはどのように感じましたか？コメント欄に書いていただけるとありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、インスタグラムやツイッターのフォローをお願いします。また次回の車紹介でお会いしましょう。良いカーライフを。